びっくりしたかな、今。ね。実は、例えばマダムとか、その前に見せた、その、純粋魔術。今、マダム純粋魔術です。純粋魔術の原料は、あなた方の怨念を純化してるね。これがブローの真髄やねんですわ。もちろん自分の悪相のも純粋化できる。でもそれは大抵、相手に純粋化されてしまう。ね、ところが第八の H、まあ八といえば八正道というような仏教な、まあ簡単に言えば論理学が強ないと純粋魔術もマダムも打てません、できません。でもざっくり言っただけで、じゃあ八正道できたんですかって、八正道のやつを自分で埋めなあかんねん。シッタルダの例はあれ。発祥道で書いてある。あれはシッタルダのケース。みんなは8種類の守らなあかんことちゃうけど、気にせなあかんことを確立せなあかん。つまりマスターせなあかん。自分が気にしてる8種類のことを克服せなあかん。これが発祥道の本番に。それができたら、今言うたような、純粋魔術もまたね。神になるし、何よりクルがその発祥の発掘系という八方星というの中に意味を感じさせそうかくし余計やな感じさせて